美食薬膳で合格をつかむ講座第1回レッ c 専任講師篠田智子と申しますこの度はレッ c 様を通じまして薬膳を世に広める機会をいただきまして感謝申し上げますまたこの講座をご受講お決めいただいた皆様本当にありがとうございます薬膳難しそうに聞こえるかと思うんですけれどもできるだけ 難しい言葉を使わずに分かりやすく伝えるように努めてまいりますこの講座を最後までご受講いただきますと体の仕組みやちょっとした体が不調といったときにですね、えー、どういうふうに直していったらいいんだろうかといったようなことが分かるかと思いますそれではここからですね、えー、講義を始めていきたいと思いますここからスライドをご覧ください それでは本講座のカリキュラムままずお伝えしていいいきたいと思います今日ですね、えー、これからお話しする第1回まず薬膳とはどういったものなのかそして薬膳の中にはですねいろんなあの中国の医学をもとにしました学説引用学説とか五行学説気欠水学説というものがあります。 ちょっと難しく感じるかと思いますがここをですね、できるだけ簡単にお伝えしていきたいと思いますそして第2回は五臓六腑についてですちょっとここはボリュームが多くなりますはい。そして第3回は病気になる原因それから食材選びのポイントですね最後に季節の薬膳ということでお伝えしていきたいと思いますさて こちらをですね、ご受講いただく皆様へ、まず最初にお伝えしていきたいところなんですが、この講座はですね、薬膳の考え方をお伝えしていることでありまして、医療行為とか治療行為といったものではございません。その旨ご了承ください。さて、薬膳とはというところに入っていきたいと思います。まず薬膳というのはですね、難しく考えないでいただきたいんですが、 目的を持って作るお料理とということになりますどんな目的かというところなんですが1つは健康2つ目は美容そして3つ目は季節ということになりますが、まあ、健康はですね、えー、予防ですとか治療そういったものになるんですが特に薬膳はですね、えー、予防が得意なんですね、はいえー、とにかくちょっとしたこと 体のサインに気づいてあ気をつけようというふうにですね、えー、捉えていいただければと思いますそしてちょっとした本当にあのー、まあ寒いところにいたからちょっと悪寒がするとかそういったぐらいのことでしたら本当に薬膳で解決していくことができるかと思います。2番目目の美容でですねダイエットが目的これもいいししょうそして、えー お肌のトラブルとかですねそういったものもあるかと思いますたるみが気になるとか目のシワが気になるそれから、えー、シミですとかねそういったもの薬膳で少しでもあのー、美しくなっていただけたらいいかなというふうに思いますそして3つ目季節ですねこれは非常に大事なポイントになりますがまた後ほどお話をしていきたいと思いますこの 薬膳というのはですね中医学の考え方がベースというふうに書かれておりますが簡単に言いますと東洋医学聞いたことありますでしょうか東洋医学というものがベースとしてあります中国の医学と言いますとね非常に難しそうに感じるかと思いますけれども本当にこれはあのこれから ちょっとしたことについては家庭の医学的な感じでですね、えー、取り入れていただけるのではないかというところですねそして食材には働きがあるというところになります一つ一つの食材冷蔵庫にあるような人参とか大根とかそういったものにですねそれぞれ働きというものがあります体の中でどのように作用していくかそんなことが お分かりになるとね、いいかなと思います。まあ、とにかく薬臭そうだとか、おいしくない料理って言ったイメージがねあったかと思いますけれども、これはもう本当に料理の仕方次第というふうに捉えていただくとよろしいかと思います。まずこの薬膳は中国の医学理論に基づいて体調のバランスを整えましょうといったところですね。 季節ですとか現在の体調それから症状ですねそういったものに合わせて食材や生薬を組み合わせて作るお料理だというところをお分かりいただけますでしょうかとにかくおいしくなければねいくら体にいいとは言っても長続きはしませんので体に合う食材を意識してとっていくそして合わないものは、まあ、できるだけ控えていく。 ととったことをですね心がけていただくだけでも、まあ、体の方はですね少しずつですが整ってくるかと思いますさてこの中国の医学東洋医学と先ほどね、えー、申し上げましたけれどもこれはまず体全体を見る医学であるというところを覚えておいてください。 はい、えっ、ー、と中国の医学っていうのはですね、えー、中国の数千年にわたる膨大な経験の蓄積によって構築された医学ということになります。まあ、古代哲学の影響っていうのはすごくね受けている学問になります。あの中医学では人体をバラバラには考えません。まあ、臓器はですね、えー、体の部分、いろんなところがつながっているっていうふうに考えております。 はい、えー、そして、ですね、えー、季節の関係先ほどちょっと季節との関係ということをねお話ししましたが、えー、中国の医学ではですね人の体っていうのは外の自然界とつながっていてそして人間の生存ですとか成長あとは病気ですねこういったところに至るまで、えー、全てですね自然環境の影響を受けているというふうに考えております。 季節ですとか気候の変化に応じて食べるものそれから過ごし方を変えていくことで季節と上手に調和していくっていうことですねそれによって健康に過ごしていけるんではないかとというところにになりますすそそして3つ目ででね一一人人人のその人に合わせた提案ができるというところになります。 まあ例えばですけれどもあのむくみがあるとか冷えがあるとかそれからストレスがあるとか、まあ、そういったことを一つ一つですねあの病気といいますか原因となるものがあると思いますけれどもあのこれだからこの食べ物みたいなそういった症状とかで,です、ね、決めないですね。はいまあ、頭痛だとか 腰痛肩こりこういったものもあのこれだからこれを食べた方がいいというようなことは、えー、中国の医学ではないということなんですね。はい、というのもですねあの悪いところだけをこうなんか治していこうということではなくって、えー、全体の臓器のバランスを考慮して治療していくというような考え方がもともとあります。ですので。えー 根本的にどこが問題があったのかということをですね、えー、見ていくことによって、それ以外のところもですね、えー、調子の悪かったところも結果的に良くなってくるということはあります。はい。ですので、えっ、ー、とその人その人にあの合わせたものというのは、あの人間というのは本当に一人一人体違いますからね。えー、お隣にいる方と全く同じ体っていうことはありえません。 なののでまああの例えば私がこれ食べて調子が良くなったよって言ったものをお友達にこれいいよっていうふうに勧めたとしてもですねその方にとっては全く効果がないっていうことはよくある話なんです。逆にねそれで体調を崩してししててまっったたななんいいうことがあったらね本当に申し訳ないですよねはいですので、えー、ここはですねあの私がこれでよかったからあなたもっていうようなことはないということで。えー 今の私の私症状例えばご受講いただいている皆さんの症状熱があるとかですねあの汗が大量に出てしまうとかそれから、えー、咳の大きさそれからあの痛みがあるどんな痛み方いつ痛むのかそんなところからもですね、えー、体がこう発しているサインというもの しっかりと分析してそこで初めてどんな食べ物を摂取した方がいいのかまた取らない方がいいのかそういったことを判断していくものです。ですので本当に一人一人のその人に合わせた食材というのを取っていく提案していくこういったことが大事になるかなというところですね。全体のバランスを取っていくそれが 中国の医学の素晴らしいところではないかというふうに考えております。